アジャムはアラビア語でアラブ人以外の異民族を指すのに用いる単語の一つである。主にイラン人のことを指して使われている。ペルシアンではなくアジャムワンと記されている。ケシュバー・アジェム、レター・フロム・オット・ワン・エンパイアツーペルシアン・エンパイア、マハミド・シャー・ゲンギは理解することのできない言葉を意味するギリシア語におけるバルバロイとほぼ同じ。7世紀にクルアーンにおいて アラブ人の言葉、アラビア語を意味するアラビーに対して、偉人の言葉、外国語を意味するアジャミーが用いられており、これによって、アラブ人の話すクルアーアンの言葉である、アラビア語に対し、アラビア語以外を話す、異民族の言語という語義が定着した。イスラム帝国がサーサーアン・アサを滅ぼして中世、ペルシア語を話していた、この地域の人々を支配下に組み入れると、アジャムとアジャミーは、 アラブ人にとって支配地域内で最大多数派の遺族となった旧サーサン朝地下の人々とその言葉、あるいは彼らの住むイラン方面の地域を指すようになった。アラブの人々とアジャムの人々が接し合って暮らしていたイランイラクの周辺ではアラブとアジャムの二項対立的な地域観が生まれ、セルジューク朝の時代にはイランイラク一帯のうちメソポタミア方面をイラワキアラブ、 イラン高原西部をイラーキアジャムとする地域概念が一般化している。こうしたイスラム時代にアラビア語でアジャムと呼ばれた人々が一般的にこの時代のイランの歴史を叙述する際にペルシア人と言われている人々である。アジャムの人々すなわちペルシア人はマワーリー制度などを通じて徐々にイスラムに改修し文字や語彙にアラビア語を取り込んだ近世ペルシア語を 発達させていった。イスラム教を取り入れ、アラビア語の言葉遣いを身につけた、ペルシア人たちは、アジャムという多少に変わり、イラン人、タジク人、ペルシア人といった名前を自称するようになっていった。すなわち、現在の中央アジアのタジク人や、イランのペルシア人につながっていくとみなされている人々である。このかアンダルスやマグリブ、イフリーキアなどでは、アラブ化していない。 ヨーロッパ人やベルベル人などに対し、アジャムという名称が使われた。一方、アラビア語のアジャムという言葉は、理解することのできない言葉を話す人という意味から、言葉を知らないとか、バカといった意味合いが与えられ、時には、無別的に使われることもあるので、ペルシア人たちに好まれず、現在はほとんど使われることはなくなった。ありがとうございます。